2016年のポップアップグローブの内部、ギャラリーとステージの屋根が見える。2017年5月、オークランドのポップアップグローブで、ポップアップグローブクイーンズカンパニーが、空騒ぎを上演している様子。2016年、オークランド中心部のポップアップグローブ2017年冬、エラズリー競馬場のポップアップグローブを上から見た、画像ポップアップグローブは、ニュージーランドのオークランドに、 本拠地を置く劇団及びこの劇団が使用している劇場の名称である。ポップアップは飛び出し式のという意味であり、グローブは近世ロンドンにあったグローブ座を指していて飛び出しグローブ座というような意味合いの劇団名である。グローブ座のレプリカとなる特設仮設劇場で、ウィリアム・シェイクスピアの芝居を中心にジャコビアン演劇を上演している。 ポップアップグローブは1614年に再建され、1644年頃まで存在していた2番目のグローブ座がモデルであるが、グローブ座はシェイクスピアとその劇団が建てて使用していた劇場である。2016年からオークランドで活動を開始し、オーストラリアでも公演を行っている。ポップアップグローブは2015年にマイルズ・グレゴリーを芸術監督として設立された。 トバイアス・グラントが常務理事としてプロジェクトに参加した。グレゴリーはこれより以前にイギリスで18年間演出家及びプロデューサーとして働いていた。2016年2月から5月にかけてオークランドの市中心部にあるオークランドタウンホールの脇に初めてポップアップグローブの劇場が作られた。この劇場は世界初の第2グローブ座の実物大再建であるとも 言われている。政府からの補助金は入っていなかった。最初のシーズンは、シェイクスピアの没後450周年記念イベントの一部として2016年2月18日に、マ開アケシ、ポップアップグローブシアターカンパニーにより、12夜、ロミオとジュリエットが上演され、さらに別のカンパニーのプロダクションとして、タイタス・アンドロニカス、テンペスト、カラ騒ぎ、ヘンリー・ゴセイ、アントニーとクレオパトラ、 ハムレットも上演された。このシーズンだけで9万枚を超えるチケットを売り上げ、南半球最大のシェイクスピア祭となった。当初は、シェイクスピアボーツ後4 5 0周年記念のみのイベントであったが、翌年以降も継続されることになった。第2シーズンは2017年2月23日から5月17日にかけて、同じく、オークランドのエラズリー競馬場に、 新しい設計で建てられた劇場で行われた。第2シーズンは、クイーンズとキングズと名付けられた2つの常駐劇団が出演し、それぞれ、カラサワギとオセロ、お気に召すままとヘンリー5世を上演した。このシーズンでは10万枚以上のチケットが売れた。2017年9月21日から2018年2月3日まで、ライブネーションのプロモーションによって、 ポップアップグローブ初の国際シーズンが行われ、オーストラリアのメルボルンにあるシュドニーマイヤーミュージックボールのそばにあるキングズドメインの一部地域が一時的にシェイクスピアガーデンズと改名されてポップアップグローブが建てられた。2017年12月よりオークランドで第3シーズンが開幕し、ジュリアス・シーザー、ベニスの商人、間違いの喜劇、マクベスが上演された。 ジュリアス・シーザーは、ジェンダーを入れ替えたキャスティングであり、これは、現実の政治状況を反映した演出だと、評価された。2018年11月に始まるシーズンについて、ポップアップグローブは7月に、権力の乱用をテーマに、リチャード3世と、ジャジャウマならしを上演する予定を事前に発表したが、この際オールメールキャストで、メトを宣伝に使用したため、ポップアップグローブは、 性差別の観点から強い批判を浴びた。尺にはサしオと、ハムレットは男女両方のキャストであった。批判を受けて、ポップアップグローブは、オールメールキャストの採用を中止することとした。2019年の11月から2020年3月までのシーズンでは、ロミオとジュリエットと、空騒ぎが上演された。シーズン末には、新型コロナウイルス感染症の流行に、 対策するため、社会距離拡大戦略を用いた客入れが行われた。1630年代にバーツラフ・ホーラーが描いた、ロンドンの第二グローブザー劇場の建築プランは、シドニー大学のティム・フィッツパトリック教授が刊行した研究に基づくもので、1630年代に描かれたバーツラフ・ホーラーによる絵を元にしている。ポップアップグローブは16面体で、 外径27メートルであり、これは、ロンドンにあるグローブ座のレプリカ劇場である、シェイクスピアーズグローブより3.7メートル小さいが、現在のロンドンのグローブについては、大きすぎると判断する研究者や演劇人もいる。ニュージーランドの建築会社で、足場の建築を得意とする、キャメルスペースが建設した。ありがとうございます。